アスカポツァルコはメキシコの首都メキシコシティを構成する16の管轄区域の一つである。アスカポツァルコはメキシコシティの北西部に位置する。先コロンブスキにはテッパネカの領地だったがアステカ三国同盟によって打倒された。その後は郊外の農地だったが19世紀半ばにメキシコシティ連邦区の一部になった。 20世紀にメキシコシティのスプロール現象に飲み込まれ、今日では100%都市化して、工業の中心になっている。テソソモク公園の景色、アスカポツァルコは、メキシコ盆地に位置し、東半分は、かつてのテスコココの古障の上にある。西半分は、より堅固な土地の上にある。歴史的な中心部は、テスコココの岸辺にあった。平均高度は、 海抜2240メートルである。政治的には、メキシコシティの北西の343.5平方キロメートルを占め、グスタボ・エマデロ、クアウテモク、ミゲル・イダルゴ、および、メキコ州のトラルネ・パントラデバス、ナウカル・パンと境を接する。やや湿潤な温帯気候に属し、平均気温は摂氏15度である。100%としかしており、 環境保護のための保護区は存在しない。2723のマイクに分けられる。区内には54の公園があるが、野生植物はなく、柳、シダー、松類が植えられている。公園の総面積は100.51ヘクタールで、区全体の2.9%を占める。最も重要な公園は、テソソモク公園とアラメダノルテ公園であり、 この二つだけで52.4ヘクタールを占める。テソソモク公園は1982年に開園し、スペイン人の到来以前のメキシコ盆地のミニチュアとして設計された。アラメダノルテ公園はフェレリア駅の隣にあり、池は元スケートリンク及び遊び場として使われていたが、2000年代に改修された。他の重要な緑地には、プラサイダルゴのような市民のための広場、 スポーツセンター、大学のキャンパス、市民公園、墓地などがある。スポーツ施設は約67ヘクタールを占め、70の競技場とスポーツセンターが市民に公開されている。国家再生競技場、例の差競技場、鉄道院スポーツセンター、ベニート・フアレススポーツ協会などが含まれる。例の差競技場はかつて貧しい人々のための メキシコ式政府のサービスとして設けられた一時的な人工のビーチの一つでプールと砂場があった。区の所有する墓地も緑地の一つに数えられ、特に山石泥墓地は規模が大きい。水面はほとんどないが、例外はレメディオス川で主に汚水の排水目的で使用される。盆地の地下水面の低下によって区内には大きなひび割れが生じ。 インフラに損害を引き起こしている。区内は平坦で、軽度は0から5%の間に収まり、大きな起伏は存在しない。土地が平坦であるため、大雨による洪水が問題になっている。特に、サンティアゴ・アウィソトラ、ヌエバサンタ・マリア、サンペドロ・シャルパ、プロ・オガルなどで問題が大きい。区の65%の土地が毒性を持つ物質を使用する。 約500の工場に占められている。何百キロメートルにもわたる地下のガス管が通っており、9つのコミュニティは工場に囲まれていて危険性が高いと分類されている。250の化学工場があり、主にコロニアインデストリアルバイエホにあって、エタノール、シアン化合物、リンの化合物、有機溶剤などを作っている。メキシコシティの他の地域と同様、 大気汚染は重要な問題になっている。大部分は車の排気ガスと工場に由来し、オゾン、一酸化炭素、窒素酸化物に酸化用、及び浮遊する粒子状物質が含まれる。騒音郊外は工場やトラックの運行に禁する。国は水面がないが、住居と工場からの排水による水質汚染が問題になっている。 工場からの汚染は主に水の使用の問題と、しばしは洗浄によって起こされる物質の陶器の形で、置き、有機物、油脂、洗剤、着色料、溶剤などが含まれる。固形廃棄物も、工場と住居に由来するものがある。区の廃棄物の量は1980年代に比べて7倍に増え、1日あたり571トンに達している。 かつての18デマース声優書に近いため、地下の配管の多くは、現在も使われている。アスカポツァルコを表す17世紀のアステカ文字。アスカポツァルコとは、ナワトル語でアリズカを意味し、アステカ文字ではトウモロコシに囲まれた赤ありが描かれている。これは、創造伝説に由来する。第五の太陽の創造の後、ケツァルコワトルは人類を再び作ろうとした。 そのために、死者の王国であるミクトランに入って、第四の太陽の時代の人類の骨を持ち帰った。ケツアルコアトルがミクトランを探して、骨とトウモロコシを持ち帰るのを、アリは助けた。別の伝説では、アリが粒を地中に入れて、そこからトウモロコシが生えるのを観察したことが、トウモロコシの発見につながったとする。この地域の最初期の歴史は、メキシコ盆地の他の地域と、 共通する。約7000年前に狩猟採集民が植物とマンモスなどの大型動物に惹かれてやってきた。マンモス、バイソン他の化石化した骨は地下鉄6号線の建設中に発見されている。大型動物が絶滅するとメキシコ盆地の居住者は農業をはじめ、紀元前5000から2000年の間に定住する村を形成した。 植物が栽培されるようになったが、中でもトウモロコシ、カボチャ、唐辛子、アボカド、豆類が重要だった。紀元前2200から1200年にかけて、メキシコ盆地全体に土器や損落が見つかっており、農業、狩猟、魚老によって生活が成り立っていた。紀元前1200から700年に最も重要な村は盆地の南部にあった。 紀元前200年頃テオティワカン文明が現れ、アスカポツァルコ一帯もテオティワカン帝国の政治的、文化的勢力圏にあった。この時期に発達した村には、サンミゲル・アマントラ、サンティアゴ・アウィソトラ、サンタルシアがあり、現在のアスカポツァルコ南部にあたる。テオティワカンが、西暦800年頃に水亡した後も、アスカポツァルコ一帯は、文化の中心として重要であり続け、 重要な祭祀の中心地になった。トゥーラが起こると、アスカポツァルコ及び他のメキシコ盆地は、トルテカの影響に支配されるようになった。トルテカの影響は特に、サンティアゴ・アウィソトラの土器に明らかに現れており、トルテカに調校していた可能性がある。アスカポツァルコのテソソ木の像トゥーラの水防の後、メキシコ盆地には、オトミ、マサは、マトラチンカを含む、新しい移民がやってきた。 その一つに、マトラコアトルという主張に引きられて12世紀にやってきたグループがあった。マトラコアトルは1152年にアスカポザルトン後の村を建設したが、その発達は1200年から1230年の間が最もよく記録されている。村は12から13世紀に王朝が成立して、メキシコ盆地を越えて広がるテッパネカ帝国に発達した。 1283年から1343年まで、アコルワツインが君主であり、彼は、テナユカのショロドル王の娘と結婚し、領地の中心を、テスコココハンの、現在のアスカポツァルコの歴史的中心地に移した。彼は、メシカが功能及び兵役と引き換えにテーパネカの土地に、住んで、テノチティトランを建設することを許した。 アスカポツァルコの最後の主要な支配者はテソソモクで1367年から1427年まで統治した。テソソモクの下でテッパネカ帝国の領土はメキシコ盆地の大部分、北のクエルナバカ、テナユカ、アトトニルコにまで至った。これによってアスカポツァルコはメキシコ盆地で最も重要な都市になり、この国に関する考古学的研究は 現在も進行中である。2012年、三モンポチトランから、墓地と建物跡が発見され、1200から1300年、頃のテパネカの商人のものと考えられている。1980年に、地下鉄6号線の工事中、同じところで別な住居跡が発見された。テパネカの下では、征服されたものは効能及び兵役を収める、限りにおいて、 征服前と同様に統治することが認められた。1427年、これらの非征服者のうちには、テスココのネサワルコヨトル、テノチティトランのイツコアトル、トラコパンのトトキワストリがあった。テソソモクが死ぬと後継者をめぐって争いが起き、これらの超工国が反乱を起こすことが可能になった。三つの都市は同盟を結んで百二十八年にアスカポツァルコを打ち破った。 かつてのテパネカの土地は三都市の君主の間で分配され、アスカポツァルコの都市は破壊されて奴隷市場に変わった。テパネカ帝国が終わりを告げると政治、経済力はテスココ、トラテロルコ及びテノチティトランに移った。この地は1521年にスペインによって滅ぼされるまでアステカ帝国によって支配されていた。 当時のアスカポザルコの人口は1万7000人だった。1528年から1529年にかけてドミニコ会がロレンソデラ・アスンシオンの下でこの地の宣教を担当した。元のテッパネカの祭議の中心にはシトフィリポとヤコブに捧げる教会が建設された。ロレンソデラ・アスンシオンはスペインの作手から現地人を守ったという記録があるにもかかわらず、 虐待と伝染病によって16世紀のうちに先住民の人口は1万7千人から約3千人に減少した。植民地時代にはこの土地のうち水面下にない部分はアシエンダ製が引かれ、コンキスタドールとその子孫の間で土地が分割された。1709年にアスカポツァルコは27のコミュニティから構成され、6つの アシエンだと9つのランチョに分けられていた。アスカポツァルコは、メキシコ独立戦争の最後の戦いの一つが起きた場所であり、アグスティン・レイ・トゥルビデがメキシコシティに入る少し前の1821年8月19日に、アナスタシオ・ブスタマンテ下の3つの保障軍が王統派の軍隊を破った。19世紀初めにはこの地域は、 メキシコシティ本体から遠く離れた田園地帯であり、メヒコ州の一部だった。1824年に、ムニシピオとなり、アスカポツァルコの町は、周辺のランチョ、アシエンナ及びコミュニティを統治するための政府の所在地になった。1854年、メキシコシティ連邦区の一部になった時には、アスカポツァルコは、グアダルペクの一部だったが、1899年に、 アスカポツァルコ区が成立し、アスカポツァルコがその中心都市になった。アスカポツァルコは相変わらずメキシコシティから2リーグほど離れた独立した町だった。19世紀にサンフアントリルワカのコミュニティは魔術によって有名だった。19世紀末に区の人口は約1万1人で、中心都市の人口は7500人だった。当時、特に メヒコタクバ道路に沿った地域とアスカポツルコの街の近くは富裕層が郊外の邸宅を建てる場所として評判の土地になった。邸宅の建設は区内のより近代的な地域の先駆けになった。20世紀最初の数十年に鉄道が建設され、1913年にはアスカポツルコとメキシコシティ中心部を結ぶトロリーバスが開業した。1900年の国勢調査によれば、 アスカポツァルコ地域は、アスカポツァルコとタクバの二つの区から構成されていた。これらの地域は1903年に廃止され、13の行政区が作られたが、アスカポツァルコはその一つだった。1928年に区が再構成されたが、アスカポツァルコの町はその筆頭であり続けた。1920年にメキシコ革命が終わると、メキシコシティ地域は急速に発展し、 インフラの近代化と工場の設立が進行した。アスカポツァル国の最初の工場は1929年にコロニアバイエホに設立され、その後地域の大部分で工業化が進んだ。18デマース製油所が1930年代以末に設立されると、さらに多くの工場を引き寄せることになったが、製油所は現在は廃止されている。1944年に、 連邦政府は公式にコロニア・バイエホに工業地帯を設けた。同じ頃に政府はパンタコの貨物のために主要な駅を建設した。工業化の進行により主に労働者階級のための住宅地が作られるようになった。二つの例外はコロニア・クラヘダリアとヌエバ・サンタ・マリアで20世紀半ばにはまだ中流階級の 田舎に邸宅を建てた人々の子孫が住んでいた。20世紀後半には、区内の空き地にも家が立ち並び、100%の都市化を達成した。都市化した地域は1940年には1.8%だったが、1980年代、初めには95.2%に達していた。北部と西部で行われた、この最後の建築は大部分が住宅だった。 1970年代にメトロポリタン自治大学のアスカポツァルコキャパスがメキシコシティの主要な教育センターとして設立され、ラテンアメリカで最大の団地であるエルロサリオ団地が建設された。地下鉄エルロサリオ駅とトロリーバス先コロンブス機からアスカポツァルコはメキシコシティの歴史的中心部と結ばれた幹線道路があった。現在はメキコタクバ道路と呼ばれており、 主要な大通りであり続けている。区内の工業の発達と北部や西部へ隣り合うメヒコ州へ突出した拡張により互いを関連づけるインフラ、特に交通の発達が促進された。これによってアスカポザルコは交通量が非常に大きくなり平均80万台の車両が通過する。交通渋滞が特にラッシュアワーにおいて状態化しているが、 オフピーク時においても信号機の同期に欠陥があるために渋滞が発生する公共機関にはメキシコシティ地下鉄6号線7号線の駅が9つあり RTP のバス系統トロリーバス系統および個人経営のバスおよびタクシーがあるこれらを合わせると1日に3万人を輸送していると推定されているその大部分は メキコ州から地下鉄のエレロサリオ駅とバス停留所を使う通勤客である。19世紀にピカルイコールパンタコという主要な鉄道駅が建設された。メキシコ式と国内北部の間で貨物を輸送するために使われたが、その後交通の妨げになった。ありがとうございます。